はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強していってるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、週刊文春さんによってですね、不倫を暴露されてしまったですね、レジェンド声優のですね、古谷徹さんなわけなんですけども、今回ですね、名探偵コナンの安室透役とワンピースのサボ役をですね、降板するということを発表しました。今回はですね、その古谷さんがですね、出した謝罪コメントの全文だったりとか、そしてですね、この安室透とサボ役を降りるということがですね、どれだけ大きなことなのかっていうことだったりとか、あとはですね、この件についてですね、古谷さんをですね、擁護しているですね、いわゆるアニメオタクといいますか、漫画オタクの方々がいらっしゃるんですけども、その方々に対してですね、批判の声がめちゃくちゃ飛んでるんですね。今回はですね、その辺についてですね、話していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、古谷徹さんといえばですね、現在70歳とかのですね、言ってみたらかなりのですね、ベテランで、かつですね、レジェンド、声優さんの方なんですよね。古くで言うとですね、いわゆる、アムロレイですね、機動戦士ガンダムのアムロレイとか、巨人の星のですね、巨人の星の星ヒューマのね、声優とかをしていました。で、彼がですね、週刊文春の方でですね、言ってみたら、ファンのですね、女性ですね、30歳過ぎくらいの、だいたい40個くらい年下のですね、ファンの女の子にですね、手を出していたことが分かったわけなんですね。で、なんだったら相手の方をですね、妊娠させてしまってですね、その後中絶させたりだったりとか、あとはですね、そのね、別れる別れないとかでですね、口論になった時にですね、なんとグーでですね、相手の顔を殴ってですね、警察が出動したりだったりとか、それくらいのですね、大事を起こしていたことが分かったんですね。で、その後ですね、古谷さんはすぐにですね、今回の件を認めて謝罪の方をしました。で、その後ですね、じゃあこれ古谷さんですね、結局安室透とかサボ役ってどうなっちゃうのみたいな話になってたんですよね。なんですけども、今回ですね、古谷さんがそのね、安室役とサボ役を降りるということをですね、発表したわけなんですね。で、ちなみになんですけど、もうこれがですね、どれくらいでかいことなのかってことなんですけども、ちょっとね、あんまり漫画とか知らないというか、読まない方もいらっしゃると思うんで、その辺について軽く触れておくとですね、この名探偵コナンの安室透役というのはですね、かなりのメインキャラなわけなんですね。そしてですね、今後ですね、名探偵コナンのですね、ラストといいますか、コナンというのは基本的にですね、自分の体を小さくしたですね、黒の組織とのね、コナンとの戦いを描いてるんですけども、その黒の組織を追い詰めていく、その黒の組織の正体と何なのかっていうですね、この重要なところにですね、めちゃくちゃですね、関わってるキャラクターなわけなんですよね。実際ですね、この安室透というですね、キャラクターをメインにしたですね、映画ができたりだったりとか、なんだったらですね、この安室透という人物がですね、この警察学校に通っていた時代のですね、スピンオフ作品がですね、普通に単行本で出ていたりだったりとか、さらにそれがですね、スピンオフ作品にもかかわらず、それがですね、アニメ化していたりだったりとかですね、それくらいのですね、人気キャラなわけなんですね。で、そのキャラクターがこのタイミングで声が変わるっていうのはですね、かなりの衝撃なんじゃないかなと思います。で、ちなみにこのワンピースのサボですね、こっちはですね、どんなキャラクターかっていうと、主人公のルフィのですね、お兄ちゃんなんですね。ルフィいるじゃないですか、主人公のルフィね。ルフィにはですね、血の繋がらないですね、義理のね、兄貴が二人いるわけなんですよね。で、二人いたんですけども、そのうちの一人のエースというキャラクターが、作中で死んでしまって、で、その際にですね、エースの能力を引き継いだのが、そのね、もう一人の義理の兄であるサボなわけなんですよね。だから言ってみたら、主人公のですね、お兄ちゃんというですね、めちゃくちゃ重要な役どころなわけなんですね。で、これから先ですね、かなりですね、物語のですね、中心の部分にですね、絡んでくるキャラクターでもあります。で、そんなですね、キャラクターがこのタイミングでですね、声優交代ということで、かなり話題になっちゃってるわけなんですね。で、この件に関してですね、古谷さんの方からコメントが出てるので、ちょっとね、そちらの方を紹介していこうと思います。この度は、私、古谷徹の身勝手な行動により、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますと、今回のことで作品およびキャラクターのイメージを大きく傷つけてしまった名探偵コナンとワンピースの今後の出演に関しまして、作品に関わられた皆様、応援をしてくださっている多くのファンの皆様、作品キャラクターに対して、今の自分に唯一できる償いの形として、熟考の末、断腸の思いで安室透役とサボ役を降板することにいたしました。多大なるご迷惑をおかけいたしました皆様に、この場を借りて改めて謝罪申し上げます。この度は本当に申し訳ありませんでした、ということですね。
まあ、だから、この謝罪文を読んでいる限りだと、そのね、本人の方からですね、古谷さん本人の方からおりますっていうふうに言ったんじゃないかなっていうことがですね、読み取れます。はい。で、これに関してですね、今ですね、ネット上ではかなりの議論が起きているわけなんですね。まあ、さっきも言ったように、それだけの人気キャラクターっていうこともあるんで、いや、古谷さんを変えないでください。いや、別にね、不倫っていうのは個人の問題なんだから関係ないんじゃないか、みたいなですね、そういった意見がすごく出てるわけなんですね。うん。まあ、しかしながらなんですけど、それに対する反論もめちゃくちゃ出てきてるっていう感じとなっております。だからかなりですね、今ね、ネット上がですね、混沌とした感じになってるっていう感じですね。はい。でですね、じゃあそこに関して僕はどう思ったのかっていうとですね、いや、僕はですね、これは、まあ、交代してもしゃあないんじゃないかなっていうふうに思いました。うん。で、何かっていうとですね、まあ、いわゆるそのファンの人たちが言うですね、まあ、言ってみたら不倫っていうのは個人的な問題なわけなんだからね、まあ、実際問題ですね、この古谷さんのですね、家族はですね、今回のことをもう全部知ってるらしいんですよね。うん。まあ、つまり、家族間の中での話はもうついてるわけなんですよ。まあ、だから、別に、その世間の人たちをですね、困らしたりだったりとか、そういうわけではなくて、あくまで傷つけたのは家族であり、そして家族とももう話し合いが済んでるんだったら、別に古谷さんはそれでいいじゃないかっていうね。はい。まあ、よくなんか芸能人の人とかのね、不倫が発覚した時と、まあ、結構よく言われるね、理論ではありますけども、まあ、そういったことをですね、結構ファンの方々は言ってるっていう感じなんですね。まあ、しかしながらなんですけども、それはですね、今回通用しないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん。で、その理由としては何かっていうとですね、要はそのキャラクターをですね、利用してファンの女性に悪いことをしてたからってことなんじゃないかなと思います。はい。何かっていうとですね、まあ、古谷さんは現在70歳とかなんで、普通に考えたら30過ぎくらいの若い女性が、古谷さんとさ、まあ、言ってみたら30過ぎくらいの女性が70歳の男性とさ、まあ、そういった行為するとかってあんまないじゃないですか、普通に考えて。はい。まあ、一般的な70歳の男性だったら30過ぎの女性とそんなことできませんよ。恋人関係になんて普通なれないわけですよ。で、これがなんで慣れたかっていうと、それはそのキャラクターを利用してるからなんですよね。はい。いわゆるこの女性をですね、その名探偵コナンの安室透のですね、とんでもないファンなんですよ。とんでもないファン。本当に推し、オタクなんですね。で、そのオタクの方に目をつけて、そのファンイベントにやってきたその女性ね、はい、に対して、個人的にですね、古谷さんが、ショートメールですが、送って、そこで繋がったわけなんですね。うん。まあ、つまり、古谷さんからすると、自分のですね、そのファンイベントに来た自分の声をやってるですね、キャラクターに惚れ出るですね、女性の中から、まあ、うまいことですね、その中から見繕ってですね、そこに、まあ、メールを送って性的関係を結んでいたって話したわけじゃないですか。まあ、おそらくなんですけど、古谷さんはその女性以外にも今までたくさんね、そういった同じ方法でファンに手を出してきたんじゃないかなっていうふうに思います。うん。まあ、つまり、この安室透という役をですね、利用したわけなんですよね。はい。で、さらに言うと、二人で一緒にいる時とかにですね、この安室透の声でですね、相手に愛を囁いたりだったりとか、はい、口説いたりとかするわけなんですよ。だからまさに、この安室透を利用してですね、女性とね、なんていうんですか、そのコンタクトを取って、そしてその女性をですね、口説き落としたっていうわけなんですね。うん。まあ、つまり、古谷さんがある意味で言うと、一番ですね、この安室透というね、キャラクターをですね、冒涜してるわけなんですよね。実際問題は、この安室透というね、キャラクターがですね、まあ、僕も漫画コナンを読んでるんで分かるんですけども、絶対そんなことするキャラクターじゃないわけなんですよね。まあ、いわゆるその正義の味方といいますか。うん。はい。いわゆるその公安警察なんですよね。警察の公安にいるスパイなんですけども、それでそのね、コナンの敵である黒の組織に潜入してですね、まあ、そこでいろいろとですね、動いてるっていうね、まあ、言ってみたら正義のキャラクターなわけなんですよ。で、そんな正義のキャラクターを利用して、いわゆるですね、そのファンの女性をね、まあ、そんなことをしていたと、はい、いう話なわけじゃないですか。で、それこそ相手をですね、中絶ですか、妊娠中絶させたりだったりとか、暴力振るったりだったりとか、うん、そんなことをしていたわけですよ。だから僕思ったんですけども、古谷さんが100歩譲って、例えば普通に飲みに行った席とかで知り合った女の子とかと、普通にね、コナンの役だったりとか漫画とかアニメとか全然関係なしに、本当の意味でプライベートで知り合った女性とそういった不倫になってるとかだったら、多分ですね、バレたとしてもですね、もしかしたら降りなくて済んだんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、言ってもですね、結局そのキャラクターを利用してるっていうここですよね。はい。これがですね、まあ、とにかくイメージが悪いところに繋がっちゃったのかなっていうのはあります。で、あともう一個言うとですね、このコナンとワンピースがあまりにも国民的漫画すぎたかっていうのもあるのかなって思うんですよね。まあ、言ってみたらですね、アニメっていうのはものすごい深夜の3時とか4時くらいにやってる、まあ、ちょっと嫌な言い方になっちゃうかもしれませんけども、マイナーなアニメとかだっていっぱいあるわけじゃないですか。仮に古谷さんがそういうアニメのキャラクターをやっていたとしたら、降りるとこまではいかなかったんじゃないかなと思うんですよね。だってコナンとかワンピースっていうのは、言ってみたらもう国民的な作品なわけで、言ってみたらですね、小さい子供とかもめちゃくちゃ見てるわけなんですよね。それこそ小学生とか中学生とか小さい子供も見てるわけですよ。で、そうなっちゃうと、やっぱりね、そういった子供たちが見てる作品のメインどころのキャラクターがこれっていうのは、うん、
良くないんじゃないかなっていう気はすごくします。だから深夜とかによやってるような、そのね、アニメの本当に好きな人しか見ないような、その大人向けのアニメとかあったりするじゃないですか。なんかね、ああいうのだったら話はまだちょっと変わってきてたのかなっていうね、気はします。はい。まあ、だからですね、僕としてはですね、今回古谷さんがですね、まあこういうふうに降りるっていうのは僕は英断だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ言っちゃなんですけども、ここで降りることによって、古谷徹というですね、声優がある意味復活するんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい。言ってみたら、ね、こんだけすごいキャラを降りるわけですから、まあ言ってみたらそれだけですね、古谷さんがですね、謝罪の気持ちがあるんだ、反省の気持ちがあるんだっていうですね、まあちょっと嫌な言い方をしてしまえば、それのアピールにもこれ繋がると思うんですよね。あ、古谷さんを本当に反省してるんだ。本当に申し訳ないと思っているんだなと。はい。で、そういったですね、イメージが世の中にですね、伝われば、逆にですね、じゃあ、古谷さん、今度このキャラお願いします、この役お願いしますっていう風に、新たな役がですね、入ってくる可能性もあるんじゃないかなって思うんですよね。ここで変にですね、うやむやにしてですね、なんか、風化させるような形でですね、うやむやにして、アムロトールとサボ役を続けていたりとかすると、今後のですね、古谷さんのキャリアがね、続いていかないっていう可能性もあるのかなっていうふうに、僕としては思います。はい。まあ、だからですね、僕は、このね、キャラを降りるっていうですね、決断は非常に正しいんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、ファンの人たちもですね、悲しいって言ってますけどもね、はい。そのアムロトールとかサボがのね、役をしていたこの古谷さんが、裏ではそんなことをしてるなんて知らないですね。実際、小学生のファンとかもいるわけじゃないですか。ね、小学生のコナンファンとかワンピースファンの方で、古谷さんがそういう炎上をしたことすら知らない人たちいるわけでしょ。そういうちっちゃい子供、そういった子供たちがそれを知らないまま今後もですね、古谷さんがね、声優やるアムロとサボの役を聞き続けるっていうことに比べたら、いや僕はですね、全然やめた方が、いいんじゃないかなっていうのはなんかすごく、はい、思いましたけどね。はい。まあでも何にせよあれですね。男ってこういう風に地位があったりとかするとですね。まあどうしてもですね、最終的には女性遊びと言いますか、女遊びに行くわけなんですよね。はい。まあやっぱり一個ね、なんて言うんですか、ね、そういったプラスのものが乗っかってると、まあ年いってもモテるっていうことですよね。まあそれこそ70歳とかでもですよ、こういう声優さんだったりとか芸人さんだったりとか、ね、芸能人とかね、はい、社長とか、はい。そういったキャラクターが一個乗っかってればですね、30過ぎとかの女性とかでもですね、まあいくらでもそういうことができると。一般的なサラリーマンでそのままね、会社をね、辞めて、ね、した会社を辞めて、今はですね、老後の暮らしやってますみたいな70歳じゃね、こうはならないわけですからね。はい。で、やっぱりそういうね、自分の立場を利用してですね、女性に手を出せるっていう環境になっちゃうと、まあ、いくつになっても男はですね、まあ、こういうふうに暴走するんだなっていう感じが、はい、すごくわかる事件なんじゃないかなというふうに僕としては思いました。はい。というわけでですね、今回はここで終わります。この時点で、ちょっと目標を感じてくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。どうもありがとうございました。